皆さんこんにちは。エージェントにこれが聞きたい第2回目です。イエーイ。今日のゲストはピュアカナダ留学センターのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ入室お願いしましょう。はい。いらっしゃいましたね。こんにちは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 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。まず最初に簡単に御社のご紹介と自己紹介をお願いいたします。はい。じゃあまず私から。ピュアカナダ留学センター代表の小谷淳二と申します。今から23年前の1999年9月9日9時9分9秒っていうところにこだわりまして、ずっとカナダ留学専門でやらせていただいております。大阪とバンクーバーにオフィスを持っております。よろしくお願いします。お願いします。はい。私ピュアカナダ留学センターの畠山葵と申します。主にお客様の、資料請求の対応等をさせていただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いや第2回目楽しみですね。はい。ピュアカナダさんのサイトに載ってる小谷さんの紹介文を読んで泣いちゃいました。感動して。本当ですか？ありがとうございます。素敵なお話。そうだったの、はい、そうだったの。そう。ぜひ皆さん読んでほしい。ホームページに書いてあるんですか？うん、すごい。ホームページに書いてます。ああ、それちょっと、後でリンク載せておきましょうね。ここに。もうご縁に導いていただいてるっていう感じなので。うん、素晴らしい。はい。最近のカナダ留学ってどうなんですか？なんか、コロナの影響とかいっぱい受けたりしてるんですか？ですね、まあ、2020年3月ぐらいから、まあ、年末ぐらいまではやっぱりもう本当に誰も渡航できないっていうような時期が続きまして、うんうんうん、で、まあ、2020年の最後頃にですね、ちょうど僕息子がおりまして高校留学してるんですけども、終わり頃に国が開いてそこから出発ができるようになってからはもう本当にたくさんの人がもうカナダに出発して、もうコロナ前より忙しいんじゃないかっていうぐらいカナダ目指してらっしゃいますね。あ、そうなんですね。はい。より忙しい。そうなの。知らなかったですね、それね。知らなかった。本当こうカナダ全土でこうホームステイ先がもう足りなくなるっていうぐらい、こう高校生がその土地の高校生もホームステイしたいし、大学生もホームステイしたいし、語学研修の人もホームステイしたいしって言っても、本当こうエリアによったらホームステイの取り合いといいますか、そのぐらいこうあのカナダ留学今人気がすごい高いですね。なんでなんですかね。なんでみんなカナダに行くんだろう。結構治安の面で非常に安全であるとか、英語がすごく綺麗とか、カナダ人がすごく優しいとか、教育水準が高い、いろいろ理由はあるかと思うんですが、同時にこうオーストラリアさん、ニュージーランドさん、ずっとこう占められてたので、そこで目的地もう選択肢ほとんどカナダ一択みたいな感じで来られる方が非常に多いですね。そうなんですね。御社はカナダの留学にこう特化してらっしゃるっていう、まあ、会社のちょっとまあ内容にもなってくるんですけども、ちょっとその辺っていうのを教えていただいてもよろしいですか？はい。まあ、もともと私、カナダ留学してまして、はい、で、オーストラリアに出たんですけども、自分の人生を変えてくれたのはカナダだっていうことで、カナダ専門でスタートしてるんですね。なので、今までこう歴史的に語学留学を中心にやってた時期、まあ、大学留学に力を入れ始めた時期で、今すごく高校留学が人気を博しているので、幅広い年齢層の方々にいろんなこう留学をご提供させていただけるのと、冒頭にお伝えしたように、まあ、カナダバンクーバーオフィスがありますので、カナダ国内でサポートをさせていただく、もう高校生の子、大学生の子たち、まあ、社会人の方々っていう皆さんをこうバンクーバーオフィスでカナダ国内でサポートをしながら留学を実現していただくっていう、今そういうような形でやらせていただいてますね。へえ、そうなんですね。ジンジャーさん、あの国で留学のサイトでも高校留学って人気なんですよね、サイトの中で。そうですね、すごく人気で一番見られてるページになってますね、高校留学は。まあ、高校留学生弊社非常に多くて、まあ、もうコロナ前と比べると
そうですね、4倍5倍ぐらいの方が今留学をしてくださってるんですけども、なんか高校生で留学行くってめっちゃこうなんて言うんでしょう、勇気いるじゃないですか、うんうん、で親御さんもすごく勇気がいると思うし、本人たちももう中高生の頃で行くって、まあ、もう僕の頃なんか考えられなかったんですけど、うん、今そこがすごい皆さんチャレンジをする気持ちが大きいなと思うんですけどね、うん、実際に向こうに行ってトラブルとかなんかこう苦労するかって思いきや、なんかそれも意外とみんな頑張っててですね、うん、楽しいですとかって言って、実はこのミーティング、このライブさせていただく本当直前まで延長したいんです、どうやったら親を説得できますかっていう相談を受けてたんですけど留学を延長したいってこと、もっと痛い、はい、カナダにもっと痛いって言って、説得できる、今年もそれがすごい多いですね、そうなんですね、なんか家に帰りたいじゃなくて帰りたくないになっちゃうんですね最近なんかホームシックはゼロですっていう子が意外と多くて、はい、なんかあんまりね留学のイメージちょっと違いますよね、うん、なんか、うん、家が恋しくてって最初なっちゃうみたいなのをよく聞くんですけど、最近の子たちは、まあ、同じ送り出してる親としてはちょっと寂しい部分もあるんですけどで、まあ、皆さんすごくたくましく、まあ、明るく元気に向こうで活躍してますね。ホームステイをされる方が多いんですか？カナダの高校留学に関して言うともう 99.9% ホームステイですね。そうなんだ。もうごく一部の寮を持ってるってところ、まあ、例外的にあるんですけど、もう基本はもうホームステイ一択っていう感じです、はい、ただ私立高校さんに行かれる人たちは寮っていうのがそれなりにある、確かに存在はしてるので、はい、そうなんですね。なんかホームステイこそ問題とかトラブルとか起きそうなイメージがあったんですけど、うん、すごくいいホストさんが多いんですね。うん、カナダ人は本当に親切で優しい方が多いので、もちろんながらホストさんが素晴らしいっていうのもあります、うん、ただネットでやっぱこうホームステイ最悪とかね、いろいろ悪口が書かれてるっていうのも事実で、弊社ではこうホームステイに出発、まあ、留学に出発いただく前にこうオリエンテーションっていうところでホームステイの心構えものすごい力入れて皆さんご指導させていただくので、手前味噌であれなんですけども、弊社お客様がこうトラブルになるっていうことってすごくおそらくこういろんなところと比べて少ないのかなというふうには自負してますね。なるほど、うん、行く方もちゃんとオリエンテーションを受けて心構えを準備していくからこそトラブルが防げるんですね。すごいちょっとしたことなんです、なんか物事の捉え方であるとか、例えばこうこっちから行くときにこう親御様もご本人たちも、ああホストさんっていい子だった、いい人たちだったらいいなってみんな思うじゃないですか、うんうん、だけどあなたのじゃあジンジャーさん家に明日カナダ人のジェニファーちゃんが来るってなったらどう思いますかって聞いてみると、カナダ人のジェニファーちゃんいい子だったらいいなって受け入れる側もきっとそういうふうに思うんじゃないかと、じゃあ今度じゃあジンジャーさん、あ、まあ、例えばジンジャーさんっていう人がカナダ人のお宅に行かれるときに、うん、よしこのジンジャーちゃんって子が来たらいじめてやるぜって思ってるファミリーさんがいるわけはないね、うん、やっぱいい関係を築きたい、そこをこうまず分かってもらうことによってこうホストファミリーさんとうまく行きやすくなるのかなっていうような、いろんな角度から話させてもらってますね、大切ですね、すごく大切、うん、なるほどね、同じ人間ですからね本当確かにそうですよね。うん、俺はね最初から嫌な気持ちで受け入れる人はいないですよね、やっぱりね。なるほど、確かにそうだ。なるほどね。高校留学ってやっぱ最近旬なキーワードで、先ほど申しまして斉藤ラモス君で留学の中でも結構な数の方がこう見てこられて、意外と調べてこられるのってその、まあ、本人が行きたい本人がこう調べてこられるってケースもあるんですけど、親御さんが調べてこられるっていうケースもやっぱり結構多くて、で、そういうケースもそういうケースの場合かだけかどうか分かんないですけども、あんまりそのいろんな留学がエージェントさんも見られるんですけども、あんま差が分からないというか、まあ、特徴がちょっと分からないなっていう親御さんも結構多いみたいで、何かそういったところにそのピュアカナダさん独特の特徴とか
なんかそういうのがもし、あと高校留学ってプログラムに何かこう特徴があったら、ぜひちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、はい、何かございますか？そうですね、まず、まあ、何点か、まず弊社、カナダ専門ということなので、あの、はい、カナダの西から東まで、もう本当に各州にたくさんのこうパートナーを持ってるんですね。うん、なので、こう、ブリティッシュコロンビア州って、あのバンクーバーとか有名な州ですね、はい、うん、そっちの方はやっぱり日本の方にすごく人気が高いんですけど、ということは高校の中にも10人20人日本人がいる学校もあると。あ、なるほど。日本人は少なくてだけどこうサポートがいい教育委員会ないですかって言われるとなかなかこう難しかったりするんですけども、弊社はこうカナダに幅広くこうあのパートナーのネットワークを持ってますので、そこら辺のご希望にも応えしていけるのかなっていうところが一つ。先ほども申したようにカナダオフィスがありますので、これは弊社との提携オフィスではなくて、もう本当に弊社のスタッフなんですね。なのでそのスタッフはもう弊社のお客様だけにこう専属であの対応させていただくスタッフになるので、これはあの多くの他社様と比べるともう強い、あのやっぱり多くの方に喜んでいただいているところじゃないかなと思います。なるほど。うちみたいなちっちゃな会社なんですけど、本当口コミとかあの前のお客さんが、うん、あうち の, あの友達がとか、あのうちの弟がとか、あのそういうふうにこう、うん、お友達とか親戚とかご家族とかっていうのをこうご紹介してくださって、ずっと続いてきてるところなので、そのカナダオフィスのこうサポートっていうのってもう切っても切れない、非常にこう、うん、大きなところだと思います。あと弊社のスタッフ、 なんかこれも手前味噌なんですけど、弊社のスタッフ本当にこうカナダ留学を体験してくれてて、で、うん、あのカナダが大好きだっていう人たちであると同時に、本当うーん心あるというかですね、こうお客様の立場に立ったサポートをしてくれる仲間たちなので、うん、あのそこはお客様たちにすごく感じていただいてるんじゃないかなというふうには思います。はい、なるほど。いやでもさっきありましたけど、親御さんが子供行かせるってのってやっぱりいろいろ考えますもんね。うん、考えますよ。そうですよね、本当に。あの日本人が、確かにもうおっしゃってる、日本人が多いところがいいのか、まあ、少ないところがいいのか、うん、確かに、まあ、一応言ってあるんでしょうけどね。はい、だから初めて、うん、まあ、こんなこと聞くのはどうかも分かんないですけど、あの初めて行く、留学へ行く、高校生、初めて留学行きますっていう方に、何か一つおすすめすることがあるとしたら、まあ、エリア的なところなのか、そのまあまあ、学校的なものでもいいんですけども、何かおすすめがあるとしたら、答えはどんなものがありますかね、今。うん、こう初めての方っていうくくり方、ちょっとあまり弊社はしてなくて、はいはい、その方が何を求めてらっしゃるかっていうところに結構フォーカスを置くんですね。初めての方でも、もう日本人全然いないところに行きたいっていうものすごい勇敢な子もいますし、どっちかっていうと初めてだからすごいこうちょっと震えながら、あのちょっと心配が多いんですっていう方もいらして、その方々によって例えば数少ないですけど現地に日本人のこうスタッフさんを雇用されてる教育委員会があったりするんですね。あ、なるほど。やっぱこう英語力が不安な子はそちらに行ってもらうとか、なるほど。もう勇敢な子には、あ、ここ日本人、今カウンセリングさせていただいてる方で四国の女の子がいるんですけど、はい、その子はあのその教育委員会、歴史上今まで日本人がゼロっていう高校にですね、教育委員会に行こうとしてるんですけど、もうこう私第一号になれるのいいですねみたいなノリです。なるほど。かっこいい。なるほど。なるほど。先駆者ですね。すごいですね、それは。あ、でも結構そういう いろんな方々の、まあ、そのやりたいこともそうですし、こう目指されてるものもそうですし、その人の性格もあるかもしれないんですけど、それに合わせてやっぱりこと細かにこう設定というかおすすめをこう選んでいただけるっていうのは一つ大きな強みかもしれないですね、そうすると。そうですね、本当そこはあの皆様に喜んでいただいているので、うん、今もそうですね、この1年間で高校留学生70人とか行っていただいてて、今現時点でも50人ぐらい向こうにいらっしゃると思うんですけど、あのその方々ですごくこういろんなところに散らばってらっしゃるんですね。一つのところにこうあのお送りするっていうことだったらすごく、まあ、仕事としてはいいかもしれないですけども、やっぱりこうその方その方のご希望がいろいろありますし、私自身がこう自分の子供を送り出してて、父という側面を持っているので、あの皆さんにこう叶えたいものっていうのを伺って、それをできるだけこう叶えてもらえるように
あとは現地に行ったらもう本人次第というところはあるんですけども、その場を整えさせていただくまで我々の方でできることっていうのはできるだけご希望を聞いていこうっていうところもずっとやらせてもらってますね。なるほど。いやカナダ奥が深いですねこれね。ねえ。はい。もっと聞きたいんですけど時間がもう来ちゃう。足りない全然足りない。毎回時間が足りないんですけど。ねまた次回。はい、またぜひねお越しいただければと思いますし、最後にそしたらぜひ何かイベントとかもしやられてる直近でやられるものがあったらぜひ告知というかいただければなと思うんですけども、畠山さん何かございますか。はい、ありがとうございます。ですね、ちょうど今週末の土曜日ですねの5時からになるんですけれども、高校留学フェアというものを、はい、行います。で、まあ、定員10名とかなり小規模なオンラインイベントとなってまして、すでに半分席が埋まってしまってますので、はい、あと5人しかちょっと受け付けられないんですね。なので、もしご希望のお客様いらっしゃいましたら、ちょっと早めに弊社の方にご連絡いただくか、またちょっと、Facebook のコメントですかね、はい、でも、はい、お知らせをさせていただけると思いますので、はい、そこからちょっとお早めにお申し込みをお願いします。そこでもっと奥の深いカナダのこと、あと高校留学の仕組みとかも、たくさんご説明できますし、実際に高校留学経験して帰ってこられた生徒さんに登壇していただくので、すごい貴重な機会かなと思いますので、はい、皆様ぜひご参加お待ちしております。あ、これはなんか面白そうですね。ね、ぜひぜひお願いします。この後はそこのコメント欄に貼っときますよ、はいはい、紹介させていただきます。はい、ありがとうございます。すいません、ではお忙しいところすいません、短い時間で大変恐縮なんですけども、どうもありがとうございました。ぜひまた遊びに来てください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。面白かったですね今日もね。はい、カナダの高校留学、それにしてもあれですね、高校留学うちのサイトでも人気じゃないですか、うん、やっぱり数的にすごいいっぱいご覧になってらっしゃって結構人気なんですけども、やっぱ数がたくさんあるんでね、どこ行ったらいいとかね、ね、悩む人多いんじゃないかなと思いますよ、これで。ネットで見つけるのは難しいので、難しい、こういうライブ配信を参考にしていきます、ね、エージェントさんはどんなエージェントさんなんだろうかみたいな、うん、どういう方がこうカウンセリングしてくれるのかなとかですね、そんなことでちょっと選んでみるのも一つ方法かもしれないですよね、うん、そうですね、うん、あとさっき小谷さんおっしゃってましたけど、自分のお子さんも行ってらっしゃるってなんか、ね、ちょっと説得力ありますよね、やっぱりね。親の気持ちが分かるっていう。すごく心強い気がします。ね、ちょっと親としてはぐさっときますよね、結構ね。なるほど。じゃあ、今日もね、今週もやらせていただきましたけど、来週っていつやるんでしょうか。はい、来週は29日の火曜日、同じ9時半からやる予定ですので、お時間ある方、ぜひライブで見ていただければ。そうですね、次回はゲストはどなたがいらっしゃいますか。今ちょっと打診中でまだ結構なるほど、じゃあ演者さんの選定をこれから、はいはい、していくんですね。はい、じゃあまた来週お楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあ皆さんまたよろしくお願いします。失礼します。